はい、セリカさんです。今回はハイグレードウィングガンダムクリアカラーを製作していきます。このキットを使ってコンパウンドで磨いたパーツとトップコートの光沢を吹きかけたパーツの透明度を比較していきます。スプレー作業ができない環境の人向けに参考になるので、よかったら最後までご視聴ください。それでは早速作っていきましょう。まずはすぐみで製作していきます。画面に映っているニッパーやナイフを使って作業していきます。パーツは二度切りで切り離していきます。最初はタミヤの薄刃ニッパーでパーツを切ります。パーツギリギリを切るのではなく、少しパーツから離した箇所を切り取りましょう。パーツに残った余分な部分をアルティメットニッパーで切り取ります。クリアパーツはアルティメットニッパーでも剥化しやすいですが、普通のニッパーよりかは綺麗にできるので、なるべく使うようにしています。パーツを切り終わったら組み立てをします。クリアカラーキットを作る時ですが、分解しやすいようにパーツのピンを斜めに切るようにしています。クリアカラーの場合はダボ穴を少し切る方法だと表面から切り口が目立ってしまうので、ピンを切るようにしています。次に腰のフロントアーマーですが、 HG だとつながっていることが多いので真ん中で切っちゃいましょう。こうすればそれぞれ独自に動くようになるので、ポージングした時に違和感がなくなります。軽く可動域を確認すると、膝も肘も二重関節で良好です。外装パーツが連動するようなギミックはありませんが、ハイグレードとしては十分すぎるくらいですね。仮組を見てみましょう。素組でもスタイルいいし、すごく綺麗なクリアパーツとなっています。元のキットは9年前くらいですが、とてもそんな感じには見えないです。バード形態にも変形できます。ハイグレードなのに本体だけでほぼ変形できるので簡単でした。差し替えパーツはシールドの位置を変える程度しかありません。初めてでも5分ぐらいで変形させることができました。それじゃあ実験方法を説明します。4色のパーツを2個用意して、片方ごとにコンパウンドとトップコートをやっていきます。透明度の判定は紙に書いた3をパーツ越しに見て確認します。主観になるので個人差があると思いますが、ご了承ください。パーツはタミヤのコンパウンドで磨いていきます。コンパウンドを使うときはコンパウンドの粗さごとに布を分けて使用した方がいいです。コンパウンドの使い方ですが、チューブから布に少量を出してパーツをこするだけです。本来ならヤスリでパーツの形状を整えた方が綺麗に仕上がりますが、今回は時短になるように面倒な作業は省いています。作業が終わったらパーツを水で洗います。この作業を再目仕上げ目の順番でやっていきます。次にトップコートを吹いていきます。クレオスのプレミアムトップコート光沢を使います。スプレー作業はよく振ってから換気のいいところでやってください。スプレー作業って住んでいるところが賃貸とか、一緒に住んでいる家族とかに配慮したりして、意外と難易度が高いと思います。なので今回の実験が参考になれば幸いです。というわけで実験結果を見ていきましょう。最初に白のパーツから見てみましょう。左から作業前、コンパウンド、トップコートの順番で写しています。コンパウンド、トップコートともに透明感やツヤが増しているのがわかると思います。作業前のパーツは3の文字が歪んでいますが、作業後は文字がくっきり写ってますね。ここからは各パーツの実験結果を流しながら結論を話していきます。個人的にはコンパウンドで磨いたものが一番見た目が良くなったと感じました。特に撮影用 LED ライトの粒々がパーツにしっかり映り込むようになっています。もちろんトップコートでも十分見た目は良くなっています。こちらでも LED ライトがしっかり映り込むくらいには綺麗になっています。最後に全部のパーツをコンパウンドで磨いたウィングガンダムを比較してみます。パーツ一個一個磨くので大変ですが、コンパウンドだけでも十分綺麗にすることができます。コンパウンド作業は時間かかるし面倒ですが、作業環境を選ばないのがいいです。トップコートは逆に作業環境を選ぶけど、かなり楽に見た目を良くすることができます。どちらも一長一短なので、作業環境に合わせてそれぞれ使ってみてください。ここからは軽く蛍光塗料で部分塗装や墨入れをしていきます。今回は目の部分の塗り方を紹介します。最初に蛍光グリーンを目の部分に塗ります。目の周りのはみ出しとか気にしないでがっつり塗っていきましょう。ブラックライトで確認するとこんな感じになります。この状態で1時間ぐらい乾燥するまで待ちます。次にエナメルのブラックを塗装していきます。この塗料を蛍光グリーンを全部隠すぐらい塗りましょう。塗装したら5時間ぐらい乾燥させます。乾燥したらエナメル用薄め液を含ませた綿棒で目の部分だけこすっていきます。目の部分はだいたい出っ張っているため、そこだけ優しくこすればエナメル塗料が取れていきます。赤ちゃん用綿棒が小さくて作業しやすいのでおすすめです。100均で売っているので買っておきましょう。取りすぎた部分があったら黒で修正しておきます。次に墨入れですが、蛍光クリアを使いました。これはトップコートのように透明な塗料なので、コンパウンドで磨いたパーツの見た目に影響されにくいので選びました。
映像のように塗料をモールドに沿って塗装していき、最後にラッカー用薄め液を含ませた綿棒で余分な塗料を拭き取っていきます。ブラックライトを当てると発光しますが、ブラックライトを離すと元の状態に戻ります。こんな感じで軽く部分塗装して完成させました。ウィングにブラックライトを当てるとめちゃくちゃ白パーツが発光しています。せっかく塗装した蛍光塗料が全然目立ってないです。よく見ると発光はしているのですが、それよりも白パーツが強すぎます。これを見た瞬間、自爆する直前かなって思ってしまいました。ビームサーベルも付属しているのですが、こちらは元から発光するようにできていました。白パーツに負けないぐらい発光してくれているので、塗装しない人でも楽しめると思います。今回は実験がメインなので、完成品の紹介はこれぐらいにしておきます。今回の動画が参考になったと思ったら、他の動画でもいろいろ実験しているので、概要欄の再生リストからご視聴お願いします。それではご視聴ありがとうございました。